全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。イギリスの科学者らの調査によって、週3回運動するとうつ病になるリスクが 16% 抑えられるということが分かりました。調査は50歳までの 11,135 名を対象に行われ、所定の質問に答えてもらう形でうつ病の程度と運動との関係を調べました。その結果、運動回数を増やした人の発症率が低かったのに対して、特に若年層でうつ病を発症しやすい傾向にある人は運動の頻度が少ないことが分かりました。この調査によると、週に1回運動回数が増えるとうつ病になる確率は 6% 低下すると発表されています。運動がうつ病の改善や予防にいいということは以前から言われていましたが、今回の調査でその重要性を再認識することができました。私自身大した運動はしていませんが、社労士事務所に勤務していた頃は事務所にあるビルの階段を上り下りしていました。なんだ大したことないなと思いがちですが、36階のビルなので1階から最上階まで行くと結構ハードな運動になります。最初は筋肉痛にもなりました。普段仕事が忙しく運動する機会が少ないので体がなまっていたのかもしれません。今は週に5回ほどビリーズブートキャンプで体を動かしています。またあと3ヶ月ほどで注文していたロードバイクが納品されますので、そうしたらいろんなところを自転車で走り回って運動したいと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。